ジュガです。はい、今回は巨大折り紙シリーズ第2弾ということで、僕の大好きなゲームのモンスターハンターの僕の一番好きなキャラクターのジンヨーガというモンスターをね、折り紙で折っていきたいと思います。それでは今回使う折り紙はこちらです。はい、ということでこの2本の画用紙を使っていきたいと思います。それではまずはこの2つをつなげて大きい折り紙にするところから。それではレッツゴー。よし、とりあえずはい、これで折り紙ができました。はい、こっから折っていきたいと思います。それではレッツゴー。はい、ということで折り筋をすべてつけましたんで、あとは折っていくだけです。それではレッツゴしました。はい、ジンヨーガです。超かっこいい。やったー、これ家に飾りたいと思います。もうリアルすぎる。それでは次回もお願いします。またねー。すっごい達成感です。意外とちっちゃくなっちゃいましたね。結構でかかった。